今日はお裁縫が苦手な人でもできるシルバニアファミリーの女の子サイズのお洋服の作り方を説明します。所要時間は30分から1時間くらいだと思います。こちらが材料です。左からほつれ止め液、手芸用ボンド、布、クリップ、細いゴムとチャコペンシル、それに太いゴムです。こちらの材料はほとんどすべて100円ショップで手に入るものになっています。これ以外に手芸用品として針や糸は用意しておいてください。では早速作っていきたいと思います。布を広げて定規で横15センチ、縦4センチで印をつけていきます。こちらは時間とともに色が自然に消えていくチャコペンシルを使っています。今描いた線に合わせてハチバサミで布を切っていってください。今回使う布はこちらだけになります。そしてこちらも100円ショップで売っていたほつれ止め液を塗っていきます。100円ショップのものは一般的な手芸屋さんで売っているほつれ止め液、例えばピケみたいなものですね、それに比べてかなりサラサラでダバーって出てしまうことがあるので、そこは気をつけてください。全体に塗っていきます。次にゴムですね。こちらを切っていきます。ゴムの長さは8センチです。そうしましたら布の下、その部分を折り曲げていきます。幅は5ミリ程度ですね。そこを折り曲げたら手芸用ボンドを使って裾上げをします。しっかり押さえてください。両脇も押さえていきます。こちらも5ミリですね。5ミリくらい折り曲げます。この時クリップで分厚くなった部分を留めておくと便利です。それでは細いゴムを使ってウエスト部分を作っていきます。上側も5ミリ折り曲げて、その中に細いゴムを挟んでいきます。待ち針を使って留めると、指を刺してしまうことがあるので、この時もクリップを使って留めていくと便利です。端から縫っていきます。縫い始めはほつれないように2回ほどぐるぐると縫っていきます。間隔は2ミリぐらいですかね。ちょっと難しい人はここは3ミリでも4ミリでも大丈夫です。最後にクシュクシュっとやってしまうので、あんまり縫い目とかは見えないので雑でも大丈夫です。気にせず縫ってください。縫うのは折り曲げたところから3ミリくらいのところを狙って縫っていきます。この時細いゴムを巻き込まないように気をつけて縫ってください。
しずつクリップを外してゆっくり塗っていきます。ここで幅がずれてしまうとスカートの長さがバラバラになってしまうので、きちんと5ミリそこの幅を守ってください。縫い終わるところもさっきと一緒で2回ぐらいぐるぐると縫っておきます。この折り曲げたところの間に入る。ではウエストを絞っていきます。シルバニアちゃんの体に当ててこのくらいかなっていうところを決めます。ここですね。そうしたらギャザーを寄せて端で留めます。シルバニアちゃん、ウサギみたいに尻尾が大きい子もいるので、その場合には後ろが開きっぱなしでもいいんですけど、今回はちょっとシルエットをきれいにするために後ろの空いてる部分も縫い合わせていきます。こちらは縫い目が見える部分ですね。後ろから縫っていくとひっくり返した時にきれいになります。緩く縫ってしまうとひっくり返した時に縫い目が見えてしまうので、その都度引っ張りながら縫っていきます。お好みでこの辺でやめてもいいんです。そうすると多分後ろから尻尾がちょうど出る感じになるので、上まで縫っちゃってももちろん大丈夫です。繰り返します。スカートが出来上がりました。ここで初めに切っておいた8センチのゴムを取り出します。一周してボンドで留めていきます。真ん中の位置につけます。この時も押さえるためにクリップを使います。しばらく置いておきます。そして乾いたら外します。あとは伏せれば完成です。ウサギちゃんなど耳が大きい子は下から履かせるのもいいと思います。首もウエストもゴムなのでどちらからでも伏せられると思います。できました。こちらで基本形は完成なんですが、あとはお好みでリボンなどの装飾品をつけていきます。私は今回小さいリボンを2つつけることにしました。しっかり押さえつけて、はい、できました。